まあ何がわからないかわからない状態だよね。そうだよね。何がわかんないか。だいたいさ、この絵を見たって、うん、初見では無理や。そんなそうだよね。ね、あくびじちゃってもう空なんだ。空二回目だけどね。タミヤさんの説明書だったりとか、このキットの内容ってものすごく親切で、パーツごとに袋に分けて入ってます。1番からやってくること。1番ギアの組み立て、カッコリアだって。1ここに書いてある、これじゃない、開けさせてくれんの？1って書いてある。カッコ1だよ。違ってた。どこに番号って書いてあるの？リューラキット後ろ番。去年はここに書いてある部品、このページの脇に書いてある部品を使うようになるので、まあ、ここにある部品を箱の中から取り出して準備してください。じゃあまず部品を用意しようか。これはこれ何？これ2つある。どこが何に入ってるかっていうのは袋詰め、あのセットになってて、説明書の一番後ろ側に書いてあるので、うん、これを見れば大体わかります。はい、じゃあ開けていいの？そうだね、その辺の説明をするね、うん、でこの駆動系の部品の中に、うん、プラベアリングっていうのがあるんですけど、これはあのパワーのあるモーター使ったりとかすると溶けてなくなったりとか、経年劣化で削れて役をなさなかったりするので、このホットショット用のフルベアリングセットっていうのを最初から組み入れちゃうのがおすすめです。はい、だよね。そう、じゃあまずはこの MR3 を出してみます。あ、開けていいの？一緒に開けよう。ハサミだからさ、ここ出したポトン、これ、あ、これ、MR12 はこれ3個、3個、はい、3個出ました。そんでプラベアリングがこれにするってこと？そうだね。なんか2個種類入ってるよ、小さめと大きめ。そうですね。どっち？開けた袋はこういうところに分けて入れといていただくと袋ごとに。あ、そうなの、ね。じゃあこれはここに入れる。うん。分かりにくくならないし、取り出しやすいし、なくなったりしないように。これは、うん、うちの場合は塗料皿を使ってるけど、何でもいいんですか？まあ、うん、何でもいい。お皿でもいいし。お皿でも何でもいい。ちっちゃい。うん。ただちょっとお刺身皿とか。いやいや、なんか。ご飯を食べるお皿はさすがにちょっとあれだけどまあなんか紙コップでもなんでもいい、うん、開けちゃったやつからちょっと一旦先に全部、あ、これ標準のものを、うん、なかなかドライバーの出番来ないね、うん、ちょっと待ってて、うん、ママ初めてだからさ、わかんないんだよ、うん、グリス関係がどっかに入ってるはず。ガン。かっこいいな。これ、何これ？ヒートシンク。あ、
か。今はダミーだけど昔はこれで放熱をしてたんだよね、うん、その名残でダミーがついてるけど、うん、あ、そうなの。特別な 役割はないってこと。ない。かっこいいだけ。かっこよさを担う役割大事だよ。そうだよね。かっこよさは大事でしょ。え、何これ2つあるじゃん。この中にセラグリスとモリブデングリスっていうこの2つが入ってます。セラミックグリス。あ、そうだね、セラミックグリス。セラグリスって言ってるけど、うん、セラミックグリスとモリブデングリスで、セラグリスは、うん、主に樹脂パーツとかに使う、うん、樹脂ギアってやつだね。こういうやつ、これはあのセラミックグリスっていうこっち側を使います。このモリブデングリスっていうのはあの金属系のこういうギアとかに使います、うん、粘度が違ったりするので、まあ、基本的には樹脂金属って覚えておいていただいたらいいかな、うん、はい、はい、このマークの時はセラミックグリスを使ってくださいってここに書いてある。刺さない。あっちゃ、あ出てきたよ。どうすんのさ、これティッシュだね。もったいないよ。まあ大丈夫ですよ。そんなギュッてやってなかったんだけどな。そのぐらいはびっくりした、うん、はい、はい、そのぐらいは全然ギュッといる、はい、オッケー、はい、うん、これ、はい、じゃあまずドライブギア、これドライブギア、はい、皆さんパーツ探せましたかね。開けるとこまで行けましたかね。これもしパーツ用意が間に合ってない人はぜひ一時停止なんかしていただけるといいかなと思います。これ裏表あんの、はい、チャンネル登録高評価お願いします。